してるよお前ら、ちゃんと。この漢字の書いてあるところに行くわけじゃないんだよ。指令書に書いてある座標っていうのはある一点を示してるんだから、その一点を今どこだ。この十字のどこな。お前はな、十字路。あなたたちは十字路。いいのか、十字路でいいんだな。十字路でいいんだな。はい、の近く。あ、地図見せて。の近くの真ん中だから多分そこら辺近くに多分コンビニ的な感じのものがある。なんか辛い的な感じのものがある。なんか広いところがあって。どこ行くの？十字路の角ですか。はい。補足をして、課題はーゴールした時に記入をして提出を、そのカードを提出してください。はい、今言ったように、瀬戸岡っていうところにベーンってラインマーカーしてる人がいるんだけど、座標で示してるのはある一点でしかありえませんので、そのことをきちっと守らないと君たちはとんでもない方に行ってしまう。ですからさっきちょっと練習したような、2ミリで何メートル違うんだっけ ?2 ミリって50メートル違うんだよ。50メートルってここからあの道路ぐらいまでは優にあるんだよ。全然山だったらば山の向こう側行っちゃうんだぞ。いい、そういうことを要はきちっと把握するためにも、自分が今どこにいるのか、どこへ行くのか、それを指令書をきちっと読んでやってください。それから交通事故に等に合わないようにふざけたり、ただ前の人にただくっついて歩いてるのではなく、自分自身で自分のことを守るんだという気持ちを持って歩いてください。ですか。はい。はい、行ってらっしゃい。行きます。出発。出発。はい、いいね。はい、手袋して。ポケット入れてていいからな。すぐ出せる。一列だぞ。